カリッさあ皆さんこんばんは始まりました「ピーチキャッスルのラジオカリのお時間です、はい、このラジオは毎週水曜日の夜の7時から8時まで楽しく1時間お送りする番組ですお相手はピーチキャッスル毎週のショ、えートピーチキャッスルの、えー、世の中で、えー、やっぱあのー。 一番必要なのは本当にまさに抗生物質だなと感じたどうばれですはいお願いいたします抗生物質ね <laughs> 明らかに我々二人ちょっと体調よろしくはないよなよろしくはない本当になになぜか知らんけどもへ、えー これね、はい、あのー、スリブクラブの前田さんもね、はいはい、あのネタで言ってましたけど。本当に世の中で一番ね、<laughs> 最強なのは抗生物質ですよ、はい。必要なのは抗生物質って言いますけどね。はい、最強でございます。<laughs> 確かに最強ですよね。はい、ありがとうございます。<laughs> 本当にね、ちょっとやっぱりあのー。非常にね、体調がよろしくない時はね。わかる。はいはい。うん、抗生物質がね、一番も。 欲しいな。欲しいです。あともう、ビタミンの錠剤とかな。そう。非常に欲しい。あと、高めのユンケルね。<laughs> あの、細くてち,っちゃい。そう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 。あれ、いいよな。一番いいよ。あれは、確かに。ああ、そうなんですよ。でもあれ、この、ちっちゃくてなんか、 あの、細いやつ飲むでしょはい,は,いはい、はい、はい。で、なんかパッケージとかも横に開いてとか<ー>。かス,ストローついてるやつとかあるけど。あれ飲んで、一応元気にはなるばって。あ,ね、あ、なるんだ、俺で。一回もね、こういう栄養ドリンク飲んで、元気になるってなったことないんだよね。 あそうなの。で、わかどこえ今元気なのみたいな一応な,なんとなくあ多分飲んでる状態だからこれ保てるのかなっていうのがあるわけよああなるほどだけどやっぱこの栄養ドリンクだからやっぱそんな一日中効くってわけじゃないやしまあまあ確かになだからこれがね効力が切れたかどうかのタイミングの時に一気にだるさが来る時あるやつさあーなるほどもうドンってくる本当トにあマジ 1> 俺一回だけあったわけよ あのー、昔このエイサーっていうのをやってて、もうお盆とか三日間この。回るでしょう。太鼓をポ,ンポ,ンポンポン叩いて、もう夕方の六時からもう夜中の十二時まで六時間ポン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 叩いて。うん、これを三日間相当なド M じゃないと耐えきれんぞと思うぐらいの。ああまあね。でまあ途中でなんかこのまあユンケルとかなんかそういった栄養ドリンクを飲むわけよ。でもう一本千二百円とか。うん、めちゃくちゃ高いやつよ。うん、で飲んだらなんかこう。 元気になるばだ,、うん、だけどもう3時間か4時間ぐらい経ったら、うん、もう体がもうより冷たくなってるぐらいドン<ー>ってやっぱもう、まあ騙してるっちゃあ騙してるよ体をねそう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  一瞬だだけ元気にさせとといいててっうこかからねなん昔もあったやし、なんか風邪の引き始めとかなんかお酒飲んだら治るよとかいうの。あは。昔の話ね。大嘘。ただ、酔いで体を騙してるだけ。ま日さしてるだけ。さしてるだけ。めちゃくちゃだるくなるからね、次の日。あれ、次の日、やばいことになるから。本格的に引いてしまう可能性があるからね。分かる、それはもう非常に分かるね。昔もなんかそういう言葉もあったし。 なんかこの先輩たちのなんか飲み会とかでなじゅわーした仕事早いんですよとか言ってなんかえ何時から仕事よ朝の8時から仕事なんですよあじゃあ7時半まで飲めるさ飲めるかや なんかあったわお前きっいやいやないけども、うん、なんかふとなんかそういうの今思い出したなと思ってあわかるいまだにそういうこと言う人いるんだよないま <laughs> だにいまだにねいまだにいるからねもう頼むからそれ何なのかなもうこれはその <laughs> そ,それ言うのがもう常識的な感じになってんのかなでもそれ言い出すのがおじさんなんだ、うん、な多分なうん 若いいい子って聞たことなからね俺たちとかなんかそのなんていうのあるあるっていうかそれを聞いてたまになんかちょっとボケっぽく言う時があるさあはいはいはいもうそれもダメなのそれももうダメおじさんおじさんおじさんのボケよそうほんとそうよ我々の後輩で18歳とかで入ってくる後輩芸人とかで言わないよもう多分。 明日8時から仕事ってことは7時半まで飲めるな。言, <laughs> 言うか言うわけない。<laughs> 言わんな。まあ18あるだけど、20歳のやつが言うわけないんだから。言わんな。<laughs> そう。もうこんなのな、明日え方あげあじゃあ無理しなくていいよっていうのが二言目に来る時代だからな。そう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 そ。うそうそう <laughs> 今の時代はね、そうなんですね。適度にぐらいはははいいいままああね。で、あと、来てますよ、そしてツイッターもツイキャスもやってましてね、はいそうですねぜひぜひ見てほしいなと思います、よろししくお願いますツイッターネーム、シュプリームさんからのお便りです。ありがとうございます。舞ロさんとバ原さん、こんばんは、こんんばははい某、某レッドブルとかって言ってるけど、も某じゃないからねそうね。 ととか、かモンスターもう半分じゃないの言ってんんの何半分言ってるってお前。どこが隠されてたの今教えてそれ。どこが隠されたなんかエナジーあたりが隠れてるから。エナジーはどにでもつく。俺もどにとか言ってるから。どにでもつく。もう。えを飲みすぎるの。 飲みすぎるとですかね<ー>カフェイン中毒で死ぬようわー少年少女が、うん、依存症でイライラ症状を起こして問題になってるねああありましたねえそうなのそうそうそうこのエナジードリンクをガーって飲んで <laughs>、うん、倒れたりとかこれそれって本ンかなのかやの俺も詳しくはもうからんけど飲みすぎってだからどれぐらいのレベルよ <laughs> どんぐらいかよ俺オロナミン C とかだったら5本とか飲んだことあるよ、一気飲みで。あ、まあ、一応飲めるっちゃ飲めるし。俺、めちゃくちゃうまいだろ。オロナミン C な。<う>オロナミン C、マジしいしいよな。だから、これ何、何この日本産と外国産でまたなんか違うとかあるのかな、分量とか。なんか成分とかがね、<ー>なんかちょっと違くて、はいはい、アメリカとかその海外のやつの方が少しちょっとそのカフェイン的なものが多く含まれてるっていうのを噂ではで聞いたことあるけど。あ そ,そ,れそれ以外でもな要はなんていうの外国の人に合わせた企画ってこと <laughs> そう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 ,そう外国の方の体格とかに合わせてるような感じなんじゃないの、えー、でもそれで飲んでも少年少女まあそっかだからちっちゃい子供たちとかにはあんまり飲まない方がいいんじゃないの的なもんじゃないそういうことあるえっ、ー どううななんんんだろうね<俺>だかいレッドブルも俺飲んでもなんかそんなには変わらない気はするけど、えー、そして、うんえー、ツイッターネーム沖縄モンチッチさんからのとこですねありがとうございます,ます、えー、体調が優れない時は、うんえー、モンエナ、ま、モンスターエナジーですねドリンクが効くよーとあとあ<ー>ユンケルの種類なら、えー、皇帝が…皇帝って種類が効くよと皇帝ってやつあるじゃないですかもしかしたら金のパッケージのやつじゃないですかね あ僕が言ってたこの横にパカッて開くやつそうなんですかちっちゃいストローがついてるあそれは聞くんだうんめっちゃ聞くと思うええー、でもまあピーチキャッスル2人揃って体調悪いっていうのももう <laughs> 怖いけどな <laughs> なんでなんで <laughs> いやなんかどっちかといったらなんか今までなんか交互になんか体調崩してるイメージああま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 あ <laughs> それが一気にそれはもう致し方ないですよ <laughs> なんて言ったって明日がね、うん、我々ピーチキャッスルの6回目の単独ライブが、はい ありますからそれに向けてね,ねスパートをかけてる最中でございましてもう1日の睡眠時間がもう2.40分ということで2時2 40分2時間40分です <laughs> 本当にもう大変なことになってますから、はい、それは鼻も詰まるよ咳も出るよ喉もいがいがするよそんなもん頭も溶けるかなと思うぐらいそうなんですよでえっ何ですかきその… <laughs> このディレクターさん、はい、このフィッーやってくれてる方我々の単独ライブ来てくれるんですかすません絶対来てくれんと思ったやつさ。<laughs> <laughs> この FM 技ンのスタッフとね、あとはもう影のドンって呼んでるあの局長、局長はははいいいしかりね、本当に忙しすぎるんだよね。<laughs> コミュニティラジオとは思えないよね。まあ確かにね。<laughs> とてももう <laughs> 少人数で鬼のように回してるからねもう仕事入れすぎやたまにちょっと心配になる時あるけんないや、本当に1回休んでますっていういやだからねそうなんですよチケットがね10枚余ってるんですよ私そうなんですよねだからあの勝ってほしいですよね真汐さん本当に勝ってほしいですよもう明日のお昼の2時から3時までの1時間のライブなんですけれども 僕もちょっとだけチケット余ってますんでねだからこの今見てくれてる方がツイ、はい、キャスの人数しか分からないんですけど8名8名からまあ10名の間ずっと行き来しててで、まあ、ラジオ聞いてくれてる方もいるとは思うんですけれどもはい、はい、まだ間に合いますよそうなんですよ我々がね,ねえー、お笑いの単独ライブはい ちょっとやらせていただきまして新ネタをね全部やりますんでねそうです、ね、ぜひとも来てほしいんですけれどもね、もう好き勝手やるライブになるから単独ライブでしかやれないネタなんかもやったりしまして普段漫才とかコントやらせてもらってるんですけど、はい、そうですね、はい、そ,うそ,うそうそうそう、それぜひとも見に来てほしいですけど、ね、もう来たほうがいいって、絶対に見に来てくれ沖縄県民、岐阜市民のみんな中部の人たちがなかなか南部に来ない。 那覇の方にまあ確かに、那覇の方に那覇の方にって、もう行かないから、まあまあ、沖縄の人たちが結構、劇場とか、なんか <laughs> そういったお笑いを生で見に行くような文化が、まあちょっと少ないっちゃ少ないけれども、まあね、うん、もうこれを機にぜひ来てほしいなと思うんですけれども。うん、で、えー、ツイッターにも、ヒーローちゃんさんですね、ありがとうございます。19時半ならいけますと。いや、これはどうにもならないですよ。<laughs> 何を言ってるんですか。<laughs> 14時からですそうですねこ,この時間はもうええってことは来てくれないってこといや最悪じゃあもうこれはちょっと残念だな指令を与えるしかないですねえ何じゃあヒーローちゃんさんの友達3名をこっちに起こさないとなるほどもうこれはもうそれはそうだ無断欠勤とみんなしますからそれはそうだそうですよねやっぱり<ー>やっぱ欠勤するときはやっぱ代わりのそうだね ねなんか生ってくれる働いてくれる人をやっぱ出勤させないとやっぱ仕事って成り立たないわけですから。そう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 いうことですよ。うん。やっぱ三名しかり二人なりね。えそしてツイッターでもシプリームさんからの投稿ですねありがとうございます。ありがとうございます。えマイシさんに質問です。はいはい。質問来てるですね。お姉ちゃんを釣るのは得意だったと思いますが、はいはい。おじさんを釣ったことありますか。あらまあこれはお姉ちゃんを釣るのは得意だと思いますがっていうのがね。 全然得意じゃないんですけどねお,ねお姉ちゃんを釣るっていうのはあなるほどはい得意ではないんですか得意ではないですよお姉ちゃんで俺釣り方教えてほしいのにあじゃあおじさんは釣ったことありますあおじさん釣ったことありますよあああるんですねはいはいじゃあお姉ちゃんは得意じゃないけどおじさんの方はちょっと <うん S 2> 釣ったことありますねああなるほどはいはいはいじゃあもう今後はもうちょっとじゃあねあのーお前と一緒に バイクを乗るのはやめたいなと思って待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 て勘違いしてる勘違いしてるお前おじさんっていうあれ俺が言ってるのあれよ魚のおじさんよあああのがなるほどねはいはいはいおじさんを釣ったことあるってことなるほどねなるほどねじゃないでしょうえですか俺が何でお前こんなもうそこら辺を歩いてそうなおじさんをなんか声かけてナンパしないといけんばやいやだってお姉ちゃん釣るのは得意だったって言っていや釣ったことないって言ってたもんとんちさとんち おじさん釣ったことありますかってありますよ魚のおじさんですよっていうあなるほどねトンチよトンチああなるほどそれにしては面白みがない広げ方だったかなって思いますけどね僕は面白いと思って俺は言ってないから言えよ <laughs> 言えよ <laughs> じゃん 面白いと思ってう報告というラインで今止まってたからね、おじさんっつったことあるよーっていう、なるほど、新しいタイプの芸人さんですね、<laughs> それは、リスナーさんとの対話をね、私、アシストしてあげたつもりではあるんですけれども、もう、前城さんは前城さんでこういう人だという、全くた分売れる気もなければ、人気者になる気もないんだとは思いますけれどもね、皆さん次第ですよいや、頭をめちゃくちゃ働かして、出た答えが今のトークでした。<laughs> だったらもっと頑張れ <laughs> おじさんなんて釣ったことあるかなーみたいなな,なんでこんな急に考え込む必要がある <laughs> <laughs> ねえ真城さんへのせっかくのフリだったの、ね、もうはいはいさあもうすいませんね僕がもういかんせんアホなばっかりにアホとかの問題じゃないと思いますけど全然浮かばなかったです多分ですけど真面目なんでしょうねもう最近思ってきてますね本当非常に真面目なんだと思いますねえっ何がですかだからこの遊び… 心で人生をあまり生きてる感じがしませんよねなんかもっともっと真面目で、うん、なんか遊ぶとか遊ぶじゃあ真面目に釣るとこからするみたいなもうだから本当にお父さんみたいな生き方してるんだと思うねまあ確かになそう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 ,そう だからもう人が真面目に言われたことに対しては間に受けちゃう、うん、かといっていなだから芸人としては致命的なんですよね。心と体のバランスが全然統一されてないってことでしょうう何か振りが来たらもうドキドキしちゃって何 <laughs> <laughs> て,て言ったらいいのかなみたいな。 <laughs> 確かにねそ <laughs> うでもでもうまあまあまあ最近はもうなんかあんまり深く考えないようにもしてる傾向はありますけどねそうなんですかああ、うん、<laughs> 逆になんか冷たくなってる部分もあるかなってちょっと最近怖くなってきてるわけああへえ別になんていうの俺のセンサーが働かないことに対しては全部切り捨てていってるああなるほどなるほど だから、またそこがなんかまた冷たいって言われるところにまた戻ってきそうだな面倒くさがりですからね、基本的に本当の文章で言えばそれはだから、もうマジで芸人としては致命的で本当に広げ方としてはねそそそそううううたまにね、前城さん本当にもかわいそすぎてね俺が悲しくなって涙流れそうになる時あるかわいそうな人間だなもう 役場とかの方が合ってたんじゃないかなって思うときある役場で働いてう役所の人間とかでうそ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 うもうこればっかりはどうしようもだからね私がどうこう言える立場ではないと思いますけど聞いてくれてるねリスナーの皆さんが前白さをどうにかしてくださいよお願いします助けてくださいこれも頑張ってると思いますそうですね頑張ってるだろう本で頑張ってますね正直じゃあほはこんなキャラとかやりたくないだろやりたくない 本当はどうしたいわなんかもう自由にもう何でもいいやとかなんかそういう自由気ままないようなキャラがいいやつさ例えばなんか例えば何か言われてもこうしたくないとかこうしたくないっていうか偽ってるんだろだからじゃあ今は、うん、偽ってるっていうまでもいかんけども<う>なんか何な,な,んなんだろうなな,なんて表現しればいいのかな でも今日はもうカウンセリングですよだから悩める相談者がいれば私にも相談していただいてねもうん今日なあま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 あ何何やっぱあ俺もふざけたいなって思う時はふざけたいですおーおーいいんじゃんだけどまあそのポジションっていうかそのタイミングはもう自分でまあ行くようにはしてるんだけどもそのふざけられるポジションにあまりいないというかおお MC ととかかが多いなるほどねでそして、なんか俺が不意にパイナップルーとか MC とかでやったら、うん、周りのみんなが「は前万さんどうしました?」ってい「いや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 どうしました?」って来られちゃう、うん、え俺ど,どうすればいいのっていう、うん、っていう時もあるわけよだでそれで何か言ってほしいってこと、うん、周りの人にはそうそうそうそれか、乗ってくるとか。 なるほどなんか1対10とかになる時が多いわけ、うんそれは嫌だわけそれはなんか嫌だっていうかなんていうの俺がの寂しいわけそうそうそう寂しいっていうかそこをもう本当に無視して、うん、フリーズイーとかやってておうおう果たして<う>その俺のテンションにみんながついてこれるかどうかっていう,うっていうちょっと としたあのー、疑問とかはあなるほどねでお客さんとかももうなんか俺がこんなことやりそうなキャラではないようなのがもう定着してるから一気になんていうのこんなえって大丈夫っていうなんかこのまあまあでもそんなにね番人に知られてる感じもないですけどねいやまあまあない,ないけどもうーんなんかちょっとそんなね別に違和感ないですよね大丈夫かなーっていうなんか違和感あります うんうん、あ、違和感ないすかまあ、えー、って感じてるんだったらあ,ったあなたがたぶんそれは周りを見すぎてるんだと思いますけどね実際はこうしたいんだけども、うんうん、なんか本当はこう、それもちょっと怖いってあー確かにそれはあなたのわがままなところも出てきちゃってるんじゃないだってやりたいんだったら関係ないやってなるはずじゃん。そういうい人って。でも そこはそうじゃないんでしょそうそう,そうちょっとだけなんか不安というか、うん、怖がってる自分まだやっぱいる,だいるんだと思ううーんなるほどそうそうそこらへんはなんか反復して自分に言い聞かせてるっていうか,だから今後どうしていきたいのそれはだから今後はだからもうちょっとずつね、うん、もうなんかもうアホっていうのも自分ではもう分かってるしもう言葉の使い方だったりおかしいとか、うん、でそこもひっくるめてもう俺っていうのを分かってほしいっていうか、うん、ああなるほど そういうあ、じゃあそういうことは今後していきたい。 っていうことね。うんもうじゃあユーチューバーになるしかないよじゃあもう。しあてや。ありがとう。今まで。じゃああの。ありがとうな。診断結果がユーチューバーありがとうありがとうな。だいぶいててててよ。ありがとう。ありがつ早い早い早い。もう頑張ってくれ。番組始まって20分でもう別れを告げられてる俺。ありがとう。ありがとうありがとうしか言ってねえしや。本当に。いやユーチューバーにはならんよ。いやもうなってほしい。なってほしい。なんで急にお願いされてんの。もう好きなように生きてほしい。いやいやいや。そう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 。俺はもうちゃんとし。 ちゃんと自分に自信持ったツッコミの相方を見つけてそれがダメとは言ってないし俺もう6年目にして俺もう挫折ともこの閉ざされてんだ俺ももうあ閉ざされてるわけじゃない <YouTube S 1> ダメだめとかではな、ね、い別にもう俺は、まあ、YouTuber がやってるからということで <laughs> ちょっともううちの相方も YouTuber になりましたからっていうことです <laughs> ませんけど申し訳ないですけどだから自分に蓋をして生,かすもう生きてもらう必要はないもう俺も幼馴染だし <laughs> お前のことは分かってるし 頼む芸人させてくれ <laughs> 芸人はしたいんだ芸人はしたいよじゃあだったらも,うもっと好き勝手生きた方がいいと思いますよ私の診断結果ははははですよはいはい、はい YouTuber ーーではなくてもっと出していけと YouTuber、まあ、ーーではなくてというか YouTuber <laughs> が合ってると思いますけどあ,あ,あなたがいや芸人をやりたいですっていうんであればもうだったらじゃあもっと好きなように生きた方がいいんじゃないですかっていうふう風にしか言えませんよそれは。うん そうだだよ。そうそう、そうその、その感じもね、多分作ってるの。俺はもうか俺は分かるのよ。え、何が俺はもうずっと一緒にいるかもうかこの、このなんか、あ確かに。うん。っていうのもわかるのよ。いやいやいや。本当のお前は泣き虫だから。いやいや。いや、ナチブはナチブだけど。いや、ほんとにね。今、めっちゃ今、素の状態だったよ。あ、じゃもっと出してこうって、今、頭の中で。ああ。もう、ボーンと思ってたから。なるほどね。そう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 。うん。だからもう、両立していったら、だから、ユーチューバーと芸人を。 あ、え、二足のわらじ、うん、的な。そう,そう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 。いうように、それも好きなように、生きるわけだから。俺、多分精神ぶっ壊れんに。そうか。二、二チャンネル持つってことでしょう。二チャンネル、どういうこと。芸人と、そのユーチューバーのふ、二つをやるってことでしょ。芸人の方はチャンネル持ってませんよ。なんて言ったって売れてないんですから。ら <laughs> いや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 。違う違う。だから、この、なんていうの、キャラというか、その。うん、あれを、やるってこと。やるというか、だから、好きなように。 何にでも出ていったらおっいけるんじゃない<ん>釣りであねえ趣味の釣りとかもあるじゃないですかいはいはいはいそうそうそう,うわ私はもう頑張ってピンのネタとかもできますし今もバラ売りの時代ですからまあまあまあ,まあ、まあ、私ごときがねこういうこと言うのもなんですけど私も考えながら生きていって、うん、芸人としてまだ若手ですから一生懸命まだやり直せますから二人でやろう 二人でやろうさいやでもいやそれがさ,やろうさもう養成所で組んだとかさははい、はいなんかこうねもともと生きてきてる人生が違って芸人として組んだとかあったら、うん、いや俺もさ、うん、もっとさこのツッコミとしてさ、うん、こうやれとかさお前そこはさ振る、うん、っていうかやるけどさやっぱ言えないよ幼なじみにはえ<っ>そうだってお前が つらい姿は見たくないもんうんいやちょっと待って現時点で俺辛くないからねいやお前は辛いはずだ正直に言え辛いはずだよ本当にほんなにさあ家族も持ってさ芸人してさ釣りもしてさもうお金も月3万2000とかでさもう 別にイケメンでもなくてさ口も臭いしもう…辛いな <laughs> <laughs> 辛いだろうそんななんか並べられていったらそれはもう辛いの言葉がしか出てこないやつさそんなもう今押し寄せてくる現実をこうたたたたたたって並べたら、もたらそれはもう辛いっていう言葉で <laughs> それは辛らいですよ <laughs> そりゃあね <laughs> <laughs> そりゃ辛い もうつらい人生が待ち構えてますよそうそうもうだからもう前城さんにこれ以上無理をさせたくないっていうということでじゃあ YouTuber になるということでいいですねいやダメだよダメだわダメだよダメだわ電子なんか今いいよって言いそうな感じの雰囲気だったよ今危なさせようや巧妙なトラップをお前仕掛けんなやでもだからもう だから好きなように生きて、うん、あとはもうどういうふうに、うん、お笑いができるかどんどあこうやると人って笑うんだなっていうのを一から勉強してもう, <laughs> もうエイサーしすぎてた <laughs> 確か <に S 1> お前は確かに確かにそう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 16から25まで全部エイサーだから,なだからエイサーのノリが体に染み付きすぎてる <laughs> 本当に <laughs> もうだからそういうことになっちゃうんですよ。確かにこれはもうだって10年やってたらなもうしみというかもうすっごい濃い部分で色ついてたね。ツイッターにも「ひろちゃんさんありがとうございます」「舞晶さん」「ショ翔」って言いますから「舞晶さん頑張って」って。 悲しくなってきたよっていやちょっと待ってちょっと待ってねそうなんですよいやいやだからあの,ーあのエールを送る会じゃないのね私あの前白さんにカウンセリングしていきますからいやいやカウンセリングとかいい大丈夫俺そんな辛くないし今ちょっとね皆さんも一緒にね僕を手伝ってほしいなとことを大きくしないでこと <laughs> <事>をもうそっか,ー辛,いかー辛いか辛いから辛い終われや だいぶことがでかくなってきてるやん <laughs> いやでもほらほら Twitter、まあ、でもヒーローちゃんさんまたほら来てますよ、はい、何も考えてなさそうで人の顔色とか場の空気感とかめっちゃ考えて気にしてそうですよねっていうことでそう考えてるんですけど<ー>それが別の方向にいってるんですよ前城さんねちょっとねあとメンタルが弱いからねメ,メンタル、うん、うんうんうんそう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 耐え耐えれる感じはないよね 耐えれる無人島で一人で絶対生きていけなそうだなのにああ、まあ無理だろうな。<ああ S 1> 絶対厳しいと思う。無理だろうなああと。例えば東京で知り合いなし <うん S 1> 友達なしで5年間ずっといるとか、うん。やばいな。<うん S 2> 俺全然俺はいけるねえ。バイト先でも知り合いがいないとか。ってことバイト先は普通の職場だとか別にああ職場。あ、にョッそういうの禁止。 そういうの禁止でそう私はね一回職場でサラリーマンやってた時仙台にね 1>,、うん、1年2年ぐらいいましたは、ね、ははいはい、はいその間誰とも喋ってないですからねそれはそれでお前にも問題があるやんに何ていう何ていうコミュニケーション能力というか心の閉ざし方が半端ないんじゃないば <laughs> <laughs> おバカさん何ていなさんだ、いやいや私はね <laughs> このー宮城県仙台にいる人たちとどんだけこのコミュニケーション能力を測ってたか私、スイッチの切り,切り替えができますからいや撮ってるやつじゃんで私はこう笑いながら、うん、もうほんとに家に帰るときはもういやいや顔が怖いで全くめっちゃシャットダウンしてる何にも思わないですかもう無ですいやいやお前の場合は、ね、いろいろ考えてる感じはあるからねもう見えるもう見え隠れしてるもうッもう一人のお前が「<ッ><ッ>シュッシュ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 」つらいつらい,い,い」つ <laughs> <laughs> 5年は無理でしょ人とコミュニケーション取らんで過ごすってじゃあ今楽しい生きててじゃあ人生あ楽しいよ本当にうんうんろんな楽しみあるもんあの他の芸人と比べて帰ったら子供もいるしああなるほどねそれはもうじゃあ芸に関しては芸に関しても全然面白いよおでもなんかさっきはなんかちょっとああみたいな感じだったけどでああっていうかあれよだから、えーまあ、正直言ったら、うん、お前といる時のノリとかはめっちゃ楽しいわけよ テレビにしろ何人しろ2人でなんかボケやってるとか,なんかそういうところはなんかいいわけ、はい、<う>だけどなんかいざ何ていうのかなその周りが何かこの何ていうのもうちょっと来いよっていうああ、うん、じゃあそれは案に同期とか他の後輩芸人とか全体の同期とかの芸人を レベルが低いとバカにしてるていやバカにしてるまでとは言わんけどいやだから暗にそういうふうに聞こえるんですけどねまあんていうのかな,なんかいやいやそんな別にアピールとかしなくていいよ<何>なんかなんかいやもっとできるやんにみたいな、うん、もっともっとなんかまあまあでもそれはねもうちょっとどうにもならないよだからそっだってさそんなもんテレビ出てからさ、うんうん あの一般の方とかにこうリポートとかしたらさ、いっぱい出てくるよ、うん、そりゃまあ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 、で、なんかこの沖縄にいる時だけでも、なんかもっと、はい、アグレッシブになんかポン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 と、なんかみんなで、それはもうあなたがどんどん面白くしないと、なんか相手によって、なんかそういうふうになるってなるんだったら、使いどころが限られてくるわけだから、<laughs> それだけでしょ、かだからそれをだからみんなを引き出すように、どうすればいいのかなっていうのをだから考えていかないといけないわけよ、うん、あなるほどね、そう、じゃあそうなってきた場合は、お前は YouTuber よ、じゃあ待てや。<laughs> 別に YouTuber がダメとか拡散するよ俺たくさんいやいやいややめて<の>なんかそんな変なアシスト元相方がいや元ってつけんなや <laughs> もう成り下がった時点でもう解散して俺 YouTuber になってるやつ <laughs> <laughs> どうすれば俺が急にそれで成功したから再生回数500万回とかいったらもうだからそれはもうあれでしょう月 2, 2 3 0万は振り込んでもらってそれはそうなるよ あ加熱いやいやいやじゃあ急にお金の話だったらじゃあだからさこのじゃあそうだったらさもっとあなたのさこの返しのツッコミとかさ、うん、はいはいはい、はい、じゃこのなんていうの言葉とかそういった巧みなさ、うん、話術でさ、うん、もっと周りの人を幸せに笑かせないと例えば近くにいる俺をさツッコミで笑わせるとかさ、うん、はい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 そうそれはもめちゃくちゃ考えてますよそ<う>どんなやったら笑うのかなとかこの芸人さんとかが。 考えてる考えてる,考えてるよ考えてるよでもそれが的を得なさすぎて、うんうん、みんなにハテナマークを与えてるっていうのは多いのはもう分かってるおおなるほどでももうそれももう俺の良さでいいかなって思う時もあるけど、ね、なるほどねう正解がないからさもうまあね、まあ、まあ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 30分も喋っちゃいましたけどあしっちゃいました、ね、ということではい まあ一旦 CM さんで次はもうあっ曲いって次はもうリスナーさんのお悩み相談でいいですかねおお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 お 聞いてみるとねっていうことでねちょっと試してみたんですよねえ俺カマゼ犬カマゼ犬とかじゃないですけどちょっと悩みを聞いてみたくあそういうことねそう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 いうことですよなるほどはいじゃあそれでは一曲お届けしましょうはいダディ・ヤンキーでガソリーナレートン扇風を巻き起こしたガソリーナですね つつ「that s, that, that s <S フローあ<っ>あこのッタラガソリーダエレファンガソリーダ、うん、エレファンガソリーダウッタラガソリーダ

ご覧の皆さん何かお悩みとかあればぜひぜひもうとう先生が何か相談乗ってくるらしいんで。 だってなんかバイクに乗ってるような感じの踊りがあったような気がするんだけどね、ね、はい、クラブで。確かにあれ、タイトル何でしたかね。あれ何でしたかね。リングリングだったか。なングリあショー,コーリンポニーのちょっとアレンジですよね。もうありますよね。あとあれ、なんかみんなで揃えて踊るの。はい、ダンダンスドゥウェイ。ェイ <laughs> ダンダンスドゥウェイスドゥウェイ。難 <laughs> しいね。難しいで <laughs>

山さんんんもっったんですけど、ななか明日がビビるぐらいい忙してて僕もだからお休みいただいてる龍で竜ドラの音響しないといけないのでうわっしゃれで,は5秒前でーす321さあということで引き続きピーチキャッス a の狩りお楽しみください、はい、メールが来てるそうですよ <laughs> どうなるさーんはいやりましただいただきたいと思いますはは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 や <laughs> はいえー、ラジオネーム沖縄コンビューセンターさんからの、えー、メッセージですありがとうございますありがとうございます、えー、ピーチキャッスル様こんばんはこんばんはー、えー、人間は眠ることが一番の体力回復ですねっていうことでありがとうございます,ういますそうです、まあ、まあそっかでも寝すぎてまあるくな,なるっていうパターンもあるよねああなるほど眠りすぎるとめちゃくちゃ寝れるんだよね俺まだ寝れる全然俺も寝れるよ12時間とか寝れるよえー うん、12時間はちょっともう寝れないかもしれないなあマジそれ以上寝れるやつまだ前日めちゃくちゃ疲れてたら寝れるかもしれんけど、うん、う普通の生活ではもう12時間ってもうあんまりもう寝れんやさああそうなんだ、うん、全然寝れるやつまだ大体もう朝9時10時ぐらいにパッて目が覚めてるな、うん、おじいになってきたら寝れんって言うやし <laughs> ああ言うな 年、うんね、んっていうかまあそう確かにちょっと夜遅くまで起きてもう朝がすこぶる早くなってるとか <laughs> パチンコ屋さんに <laughs> あの朝パチンコをしに行った時にさおじいちゃんおばあちゃんなんかが並んでてさ <laughs> 並んでるねあの言ってた話があったでしょあなたが <laughs> はいはい何でしたっけあれあれはだからこの朝、うん、もうオープンが8時だわけようん、うん、で まあ大体1時間前ぐらいになんかこう並ぶと整理券でこう1番が取れるい, <laughs> はい,はい,、はい。で俺が大体7時15分ぐらいにそう45分前に行って駐車場に行ったら一番この駐車場の入り口にもうよ,ちよ,ちよちよち歩いてるおばあちゃんがいたわけで俺そのおばあちゃんをバイクでブーンって抜いてで止めて整理券1番取ったわけうん、うん。そしたら もうその3分後ぐらいによちよちよちっておばあちゃんが上がってきて2に1番ねってなってああはい1番ですああそうねやっぱバイクには勝てんさ抜かれるのはだめだねああまあまあまあそうっすね今日は何ねどの台狙ってるのいや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 まあ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 ましまあ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 そうかもしあないまあまあ一緒だねあああ そうなんすねあもうじゃあ今日はもうお兄ちゃんに取られたさもうねあともう少しあの坂道がなかったらおバカ取ってたのにああそうっすねすみませんなんかもうその代をうちの主人が昨日8万ぐらい入れてるよもうなん今日出るはずよあ出ますかねお兄ちゃんに取られたかいやいや分かんないっすけどね出るかうんしょうがないねまあまあ早いっすからね朝もって言ってその おばちゃんの、うん、この旦那さんが今日食べてまた遅れてきてうん、うん、そしたらなんか「えあんたよあんたが昨日から言ってた台このお兄ちゃんが取るってよ、うん、座るってよ一番だから取られたさ、うん、バイクで抜かれてからよ、うん、ダメだっただからもう今日はねもうに円するとうとうかね」って <laughs> 奥さんが言ってその旦那さんが「うん、あえ見ない見ない打つな打つな」って <laughs> 言って でそのお父さんとも俺ちょっと喋ったわけよさん今日多分出るはずよ出たらもうラッキーだねってああすいませんまず俺そんな売ったこともないし初日に来てなんかこんなそんなにねパチンコとかするわけないですしそんなぐいぐい絡んでくるんだと思ってたまたま時間があったから並びにいただきたいそう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 そしたらもうなんかこのお父さんがもうよ今日あと1台狙ってるのがあるんだけどこれでもう俺出なかったらスロットをやめる お,お前らは絶対やる <laughs> 7時20分に毎朝来てる状態で負けても来る明日たも <laughs> いや分からんやし分からんだろお前それはやめない <laughs> あの人たちはいや分からんよお前びっくりした俺 <laughs> なんおじいしか来ない<笑><笑>この朝 <laughs> いやいやまあねまあまあ多いとは言われてますけど びっくりしたよあんなに絡まれるもんかねと思ったのにいやだから朝早いだからおばあちゃんももう行ってたんでしょうん朝…朝…ら昨日もうドキドキしてから夜眠れんかったからよちょっと睡眠薬飲んだわけよダメだろお前それは聞いてるのかどうか分からない朝の4時に起きてるよああなるほどねいやもう聞いてないさまず4時に起きてまずこっちに来る時点でもう 日課になってる多分このおじいちゃんおばあちゃんたちはあーなるほどねそしてもうなんかもうそんな言われたら一番持ってる俺がなんか悪い感じになるわよあ<ー>俺まず朝並んだこと俺まず初めてだったからねあの日がまあまあねこんんなな絡まれたらじゃあなんか 駐車場までは一応入ってたからこの場合は何なんだろうおばあちゃんの方がやっぱり敷地内には一番に入ってるから一番なのかなってなんかちょっと心が揺らいだ部分はあったけどああなるほどねあれはねちょっとだめだめですよ怖いです怖かった怖いですまあまあまあね毎日来てるんだ毎日来てるよ ね、今日でなかったらもうおじさんやめるよおう嘘うそお前がそれ言ってた人さ、うん、最近いたぜ <laughs> <laughs> いやだやっぱり <laughs> がっつりたぶんまた永遠とやってる <laughs> もうそうだから<ー>もうねまあねなんかちょこちょこ、えー、まあだからもう 寝れないんでしょうね寝れないんでしょうねそうもうやっぱりごめんなさいちょっと脱線しましたがええそして続きましてえーラジオネーム浦添子さんからのメッセージですありがとうございますはいありがとうございますま城さんとおばるさんこんばんはこんばんはお久しぶりですお久しぶりです久しぶりですね久々に聞いてます毎週聞いてくださいよはいしていよいよ今週の日曜日は特大連特別支援学校の体育大会という大きな大会がありますあいいですね私は応援団リレーメンバーに選ばれました一般女子1 0 0ルにも出場しますおおめ ゃえっ足速いんじゃんだからじゃあねそうですよねうんそして写真は今日美術の授業で作ったものですということであっこういうのなんて言うんだっけこれ<ん>あのーえっと、ミニオンあミニオンあミニオンは分かるんですけどこのプラスチックに書く <laughs> なんだっけなこのーオーブンレンジに入れてちょっと溶かしてとかやや、ね、<laughs> ああねえんだっけなんだっけ,なんだっけいやあんか名前あったけどないか出てこないな,出てこな,いなもう。 分かりますはいはいはい何だったっけな懐かしいですねでもぜひともね、うん、それが 100m 走頑張ってほしいなと思いますけどだから要は体育祭的なもんなんですか、ね、そう,そうだから結果ね、うん、何位だったかちょっと知週教えてほしいですね,<あ>ですねお願いしますぜひともいはいそして Twitter、えーでもひろちゃんさんですねありがとうございます、はいえー、風の引き始めはウォーキング30分して汗かくといいらしいですよおーおお 今30分汗かいたらやばいんじゃない体調不良でもう足プル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 ってしてもうオフラー入ったらすぐ寝れるやつはもう <laughs> 30分ウォーキングって <laughs> ああ30分ウォーキングで今思い出した<何>あの体調崩れたまあまあ分かんないですけども、うん、最近のお仕事でめちゃめちゃ大変な仕事あったじゃないですかああありましたね、あのー、ママチャリ6時間耐久レースってい,いやーそう ありましたねあれすごかったよないやすごかった1周大体1 8キロのコースをまあ約2キロっすね 2> 約2キロを、うんえー、若手芸人まあ、うん、三事務所吉本オリジン FEC の三事務所で、うんえー、タッグを組んで、うん、6時間ひたすらママチャリをこぐっていうあれやばかったー本当にもう お尻の奥の骨が痛いやつさ俺だからもうふくらはぎ俺まだ痛いもんもうだってもう3日とか4日ぐらい経ってるでしょふくらはぎが痛いんだ痛い俺ももが痛いもうマジおうん俺よくみんな焦げたよなと思う、えーうん、あれママチャリめっちゃ早かったなみんなそうだからなんかプロ <laughs> プロというかねこの速そうな自転車乗ってそうな人たちもだって1位の人100周近いでしょ <laughs> そう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  でだって僕たちが大体一周ま周、あ、4分から5分ううんそだねぐらいかかってたんですけど大体このーレースとかよく出てるプロの人たちはもう3分半とかな4分以内をどう攻めるかので戦ってたらしいからいや勝てるわけがないさそうなのだってお前太ももなんて丸田んぼぐらいに太いしおうおう確かにやばかったな。もうママチャリが俺 <laughs> 嫌いになる 嫌いに、すいません、なってしまいました。いや,いや、なったば、<laughs> 嫌い。嫌いになってしまいました。めっちゃ一応大変だったなだって立ちこき禁止だしね。 あそう立ちこぎねずっと座って我々がねチームで出たのはもう結構ねまあまあまあこれはもう番組でもやってるんでぜひお楽しみにしてほしいなと思います近くなったら告知しますんでこれ大変だったなびっくりしびっくりしましたよ本当にねぜひねこれ出てほしいなと思いますだから那覇マラソンとかこのフルマラソンとかに比べてまだ入りは ちょっとだけ楽な方だほんとに楽,楽だねうん楽<々>だねチーム戦だしはいはいはいまあだから1周交代ずつとかだったらまあ1周走ったらまあ大体20分ぐらいはだって俺2キロ1周1周するだけでこんなきついんだと思ったもん、うん、まあ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 、うん、めちゃめちゃもう息も上がるしな、うん、大変だったねった本当にねえー、そして Twitter ーネームシプリームさんですねありがとうございます,ますえー、え二、ー、2人は那覇マラソンを走らんのということで あ僕はねあのあれなんですよ走れないんですよあのえっ決まってるの行政からね行政から行政からのえ国からもうはい走っちゃダメってダメもうダメダメあば暴れちゃうからって暴れちゃううきつすぎていや確かにでもマラソン俺も正直 俺沿道にあるこの飲み物とか入れてるこのでかいバケツみたいなのに飛び込むよその思って、はい、<laughs> バシャーンって、うん、<laughs> ポリバケツにそうきつすぎてそれこそシュプリームさんとか走らないんですかねああ確かに <laughs> ね沖縄来て走ってねちょっとあのー、なんて言うんですかまあ分、まあ、からんけどもだよ、うん、正直な意見だよおうおうマラソンって、うん、ちょっと楽しいの あーな,なるほどねなんかまあ批判してるわけじゃないけど疑問、うん、疲れるさ一応まあまあ確かにで自分の体に鞭打って、うん、ゴールした時の達成感が半端ないのかなこの達成感の喜びのもうドーパミンとかが、うん、なんか体中をもう駆け巡るのかな,なかいやそりゃそうだそりゃそうそうそう絶対そう,う あらしいですよ、もうこの俺は頑張ったみたいな,な筋トレと一緒じゃないあ目に見える成果がそう、出るのがもうその後きつい思い出して頑張った、頑張ったーみたいなので、ちょっと頑張るみたいな,、うん、なあー、でもー、走りたくないな、マラソン、俺は。<laughs> 何を当たり前のこと。<laughs> だけど参加したくて通のトーンであ堂々と10万人とか一緒に参加するやしあするもっとしてるんじゃない俺すごいなと思う <laughs> 本当に心から別に笑いとかなんじゃない。ああ心からすごいと思う <laughs> なんでよ挑戦しればお前じゃ一回中にはいるよ多分、うん、会社のなんか付き合いとかでこの会社からなんかチームで出ることりましたとかでお前スポーツとか得意そうだからさできそうな感じするけどよこんなガタもんよくて 42.195キロだろうん、やばいよあーまあ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 これこんな感じで体力ないんだよねお前意外にいや体力は多分あるよあ,あるあるよ短距離もどっちかって言ったら長距離に向いてる方だとは思うあ長距離いけるじゃあママチャリよりかも長距離の方だった <laughs> マラソンの方だったんうん同じところを回りたくないわけよ ぐるぐるとやっぱりだからやっぱ精神面が出てくるんですよねだからそうなってくると毎日のなんか景色が違えば俺絶対生きると思うばやっぱりだから普段のこういう同じことの繰り返しの生活芸人も劇場に行ってみたいなだから嫌なんですよもう <laughs> いやいやいやややっぱりさっきの話じゃないけどやっぱ同じことをやってるっていうもここまで来ると、うん、YouTuber にさせたいだろここまで来ると。うん やめれや、うん、やめれやまあ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  <laughs> でまあまあほらねほかにもあツイッターネーム「シプリームさんですねありがとうございます、えーはい、僕は毎晩嫁にコンビニまで走らされているのでということでかわいそう残念だ残念だまあか格天下ということでそういうことあります <laughs> やっぱ世の中の男性というかもう男性はやっぱ奥さんのために走ってるんですかね 走ってるっていうか、あれじゃないお願い事とかされたら、まあ、買おうかなっていう、あれじゃないそれはだからさ、うん、結婚して子供ができたらそうなるのかはいはい、はい、じゃない、多分なるほど。<coughs> とか、もう家事一切やらない人間はその頼みはちょっと聞いてもいいんじゃない全然。あー、なるほど、ねで。ご飯も作る、洗濯物だって洗ってるにもかかわらず、嫁くさいからしたら。 あんた帰ってきてきご飯食って寝てるだけでしょねん一つの願いも聞いてくれないのってなない怖いは怖い,わ怖い <laughs> とかになると思うけどな,なるほど、ね、世の女性はねそうだそうなってくると結婚っていいのかなって考えるよねあだから結婚してない私からしたらディレクターさんは結婚はしてないですい独身ですよね結婚とかしたいとか思ったりします したいってやでもだからんかめんどくさそうな感じちなみに今おいくつですかおおじゃあまあ適齢期ていうかまあね男性はまだまだか。まだまだ35。今の時代は。前まででも全然大丈夫ですから。できませんよ。私なんかみたいなもんが。いいの結婚って。いやいい時はいいよ。ああまあそれ言われるといい時はいいってなるよ。まあいいんじゃない なんか…うん、あの頑張れる気持ちになるあそうなのなるよだってお前俺この奥さんに帰りちょっと牛乳買ってきてって言われて<ー>でもうこれ何なのあの… <laughs> 漫画とかでもよく見るんだけどさ、うん、牛乳買ってきてってこれよくあるやんに奥さんに買い物で牛乳ってトップ3に入ったんやた <laughs> <分>卵とか牛乳とかなあン何番あれ あ俺なんかはただあのー…買い忘れるの絶対奥さんが買い忘れやすいトップ3なの多分食材から多分先に考えてしてもらうにだから牛乳っていう飲み物が多分後回しになるんだなるほどなるほど多分よ分からんけど、うん、俺の感覚的には、うん、でだから牛乳買ってきてって言われて、うん、ああ分かったって言ってなんかコンビニとか夜さ、うん、で財布ポコンって開けたら102円とかしか開げてないバッて 買えねえって言ってそれはもうお前の問題でもあるけどそうそう,うだからはあは牛乳一本も買えねえからうーって売 <laughs> れよってのだなるまでそれでなんかイライラのする時あるけど奥さんは大丈夫なの買わなくてするそしたら一旦家に帰ってすまねえ102円しかねえってなって<う>でなんか50円からいパラッて渡してありがとうって言ってまたコンビニに行くありがとう <laughs> って言うわけいちいちなんで<笑><笑> いいやいやそこはもう怖いよ本当に結婚はもう本当にねしそしてええー、ねあちょっと時間の方が、はい、あそうっすねう結構喋ってますねはいじゃあし一旦 CM 行きますかはい CM 行かなくても大丈夫なんです大丈夫らしいんですかあそうなんですねはいありがとうございますはいはい さあ、えーえー、ということで、口がありますね。はい。えー、我々、ピーチキャストの単独ライブ、各個鍵がいよいよ明日と、はい。ありました。はい。えー、お昼のですね、2時開演、え終演が3時ということで、はい。チケットが前売り1000円となっております。はい。はい、まあでももう、 チケットを取っておくこともできますんでね、はい、もうラジオ聞聴いてる皆さんもカウンターでピーチキャッスルのラジオ聞きましたって言ったら前売り料金で入れるようにしますんではいぜひぜぜひひお願いします。く来てくれる ているのかな、もうこれ、ぜひともお願いしますお願いしますね、ありがとうございますさあ、そしてですね、あと、11月の25日、G ラップインか月、芸人ラップするってよっていうライブを開催いたします、こちらも、われ僕、チケット持ってますんで、前売り1000円となっております。はい 今回もね、なんかちょっといろいろなヒップホップなトークとかいろいろお届けすると思いますので、ぜひチケット欲しい方はよろしくお願いいたしまーす。はい、お願いします。はい、ということで以上ですかね。メールも大丈夫ですよね。はい、大丈夫です。大丈夫ですね。ありがとうございます。さあ、ということで、今週のピーチキャスのラジオはここまでということで、また皆さん来週お聞きください。お相手はピーチキャスの前ョーと、ピーチキャスの東原でした。また来週お会いしましょう。さよなら。バイバーイ。 ありがとうございました。また来週ー。イェイバイ